深夜にピーマンの肉詰めを作ります。まずはピーマンを5個半分に切ります。綿の部分だけ包丁を入れ手でちぎります。ピーマンに白い雪を降らせます。合い挽きの肉に炒めた玉ねぎ、パン粉、牛乳、ニンニクと生姜、塩、胡椒を入れたらこねこねします。スプーンですくってピーマンの穴という穴に詰めます。ソースは日本酒、みりん、ケチャップ、最後に返しを入れます。チャンネル登録者5万人達成、本当にありがとうございます。そして全員作るまで言い続けます。返しの作り方は概要欄で。油を引いて肉を下にして焼きます。中火で1分間焼いたら裏返します。焼き目がつくまで焼いてやりましょう。アムエの鍋で蓋をします。中火で4分間蒸し焼きにしたら完成です。ピーマンを一旦避難させます。汚れた油を拭き取ってソースをぶち込んだら1分間煮詰めます。お皿に盛り付けてソースをかけたらシンプルに大根を1本添えましょう。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。合わせて通知登録もお願いします。優しいから通知登録してくれますよね。信じてますから。